今日伊勢神宮には多くの参拝客らが訪れ、内宮前のお祓い町では散策や食べ歩きを楽しむグループや家族連れの姿が見られました。コロナの感染が拡大している影響からか、観光バスを利用する団体客は少ないということです。ちょっと不安はありますけれども、外で距離を取っていればいいかなと。僕たち自身は感染対策をしながら来てくださる方にはしっかりおもてなしして、たくさんの方が乗っていただけるように期待したいと思います。一方、三重県尾鷲市の海水浴場では海のマラソンとも呼ばれるオープンウォータースイミングの大会が開かれ、およそ300人が出場。全日本選手権や国体の予選を兼ねたトライアル部門5キロの部では、東京オリンピック代表の南出大伸選手が優勝しました。この海は綺麗で、やっぱり泳いでて気持ちがいい海なので、その気持ち的な面でも本当に泳ぎやすい海なんじゃないかなというふうに思います。